Microsoft r e c o v 用 USB ドライブの作成と使用リカバリー用ドライブを使用して、コンピューターの問題をトラブルシューティングできます。重大なエラーが発生したときに、コンピューターシステムをリセットしたり、Windows 11を再インストールできます。リカバリー用ドライブを作成するには、USB ドライブに HP リカバリーパーティションをコピーします。 コンピューターの USB ポートに 32GB 以上の容量がある USB ドライブを接続します。中、リカバリー用ドライブを作成すると USB ドライブに保存されているデータがすべて消去されます。Windows で回復ドライブの作成を検索して開きます。 表示されたユーザーアカウント制御ウィンドウで「はい」を選択しますシステムファイルを回復ドライブにバックアップしますチェックボックスを選択して次へをクリックします使用する USB ドライブを選択して次へをクリックします 作成をクリックして、作成処理を開始します。USB ドライブのフォーマットが完了するまで待ちます。USB ドライブにユーティリティをコピーし、バックアップを作成して、システムファイルをコピーします。リカバリー用ドライブの作成中に、進行状況バーが表示されます。リカバリー用ドライブの作成が完了して、準備ができたら、完了をクリックします。 中リカバリー用 USB ドライブは安全な場所に保管してください作成したリカバリー用 USB ドライブはコンピューターの修復やトラブルシューティングに使用できますリカバリー用 USB ドライブを使用するにはまずコンピューターの電源をオフにしますコンピューターの USB ポートに リリカバリー用 USB ドライブを挿入しますぐにエスケープキーを押して起動メニューが表示されたら F11 を選択してシステムリカバリーを開きますオプションの選択画面でデバイスの仕様を選択します挿入した USB ドライブを選択します 優先するキーボードレイアウトを選択します。ドライブから回復するを選択して、リカバリー用 USB ドライブから Windows を再インストールします。リセットを続行するために、ビットロッカーキーが要求されます。別のコンピューターで、マイクロソフトのウェブサイト、aka.ms.myrecovery キーに移動します。 ビットロッカーキーの一覧が表示されます。ドライブラベルを使用して、起動したいシステムのビットロッカーキーを特定します。お使いのコンピューターで、フィールドにビットロッカーキーを入力して、続行をクリックします。ドライブから回復する画面で、ファイルの削除のみを行うを選択します。中 PC をリサイクルする場合は、ドライブを完全にクリーンアップするオプションを必ず選択してください。回復をクリックします。回復プロセスの途中でコンピューターが数回再起動します。回復が完了すると、Windows Out of Box Experience OOBE が自動的に起動します。OOBE の画面の指示に従います。ようこそ画面で。 復元元オプションを選択します次へをクリックします OOBE が完了すると Windows11 のデスクトップが表示されます他の言語の HP 動画を検索するには YouTube の「再生リスト」タブをクリックしてください当社のチャンネルを検索して公式の HP サポート動画を見つけてください